人間というのは長い歴史を経て生まれてきたわけであります。それには地球ができて、オゾン層ができて、生物が地上に上がってきて絶滅を繰り返し、隕石が落下し、恐竜が絶滅し、最後にネアンデルタール人が寒さに震え、そして現代の人間が出てきたと。まあ、したがって人間というものの行動を見ますとですね、その歴史を全部背負っているということなんですね。まあ、この人間のルーツということで、地球の始まりから始めたのは、宇宙の始まりから始めたのは、実はそういう意味でありました。その人間の特徴はですね、極めて頭脳が発達している。つまり、まあ、もっと人間よりが発達したものというのはこれから登場するんですが、現代の生物の中では、まあ、人間というのは特別に頭脳が発達しております。どのくらいかって言いますと、大体、哺乳動物で、まあ、ライオンのように、まあ、割合と頭がいい動物の頭脳の記憶、容量は10の11乗ビットとこう言われておりますが、人間はそれの2桁上、10の13乗ビットというですね、非常に優れた頭脳を持っております。まあ、したがってですね、ここに書いてありますように、百獣の王ライオンは人間に比べて比較にならないほどの運動神経と筋肉を持ち、ライオンと素手で戦って勝ち目のある人間はいないだろう。それでいてライオンは今ではすっかり人間に押さえつけられ、動物園の檻の中に入れられている。ライオンから見れば不思議なことにそういない。情報は力である。情報が隆々たる筋肉よりも大きな力であることを我々は知っている。まあ、情報処理能力と言ってもいいし、脳つってもいいんですけどですね。まあ、ライオンにしてみれば悔しいと思うんですよね。だってものすごくいい体をして牙も持って、恐竜の時代だったら絶対にライオンの方が強いですね。ところが哺乳動物の特徴は実は頭脳にあるわけです。その頭脳を発達したものほど強いわけですから、まあ、ライオンは実は途中で進化を間違ったわけですね。例えばネズミのようなものが最初の哺乳動物にいたわけですが、二つに分かれたわけですね。一つは体をどんどん良くしていく、つまり恐竜型進化ですね。恐竜型進化というのは前回にありましたけども、恐竜の体が少しずつ大きくなって、まあ、ついに巨大な恐竜になる。体が大きい方が勝つから、筋肉をつけ体を大きくし牙を溶かすと、まあ、これが一つの方法でした。これはだけどもダメな戦略でしたね。つまり恐竜の時代の戦略を哺乳動物になっても使ったということなんです。ところがもう一個の系統は猿の方に行く系統でした。まあ、猿になり木に登り、まあ猛獣からは逃げるんですけども、脳を少しずつ発達させ集団の力をつけていったという一群がいまして、まあ、その中からオランウータンとかゴリラとか、かなり知能を持ったものと人間が生まれまして、ついに人間がその知能を生かしてですね、もう一個の進化の頂点であった百獣の王ライオンをすっかりやっつけてしまったわけですね。まあ、この図は、小さい子供がですね、檻に閉じ込められたライオンを楽しそうに見ている図であります。私は現代は知能が非常にもてはやされる時代でですね、知能の優れた人が収入も多いと、力も強いと、人を騙せると、まあ、いうことになるんですが、それは本当に意味があるのかっていうと、人間の進化の流れから言えば正しいことなんですね。ですから私たちは頭がいい人を尊敬するんじゃないかと。頭のいい人は本当は迷惑なんですよ。だって、小学校の試験の時ですね、頭のいいやつがいるから、点数が悪いとお母さんに怒られるわけですよ。頭のいいやつがいなかったら問題がもっと優しくなりますからね。だから例えば漢字でもですね、難しい漢字を覚えられない人がいれほとんどだったら漢字は優しくなるんですね。私なんかそういう点で厄介な人間でしたよ。例えば高等学校の頃、私は歴史がものすごく得意でですね、高等学校は非常にこう東大にこう100人も入るっていうのは名門校がたまたま私の家の歩いてすぐのところにありましたもんですから、まあ、そこに入ってですね、その高等学校で1年からまあ歴史を学んだわけですね。日本史世界史、あの当時は日本史世界史が必須でしたから。いやもう私ね、まあ、こういった何なんですけど、歴史がものすごくできてですね、ついに3年の1学期の終わりの定期試験まで
1問も間違えないで全部100点できたんですね。で、歴史の先生がですね、もう武田を1回100点から引きずり下ろさんでいかんということで、ものすごく難しい問題を出して、そこで私は1問間違って97点になりました。まあ、それを歴史の先生が職員会議でついに武田を100点から引きずり下ろしたと話したということを、その時の担任の国語の先生に私をお伺いして、その時は何とも思ってなかったですけど、後になって皆さんに迷惑かけたなというふうに思うようになりましたね。私のおかげで超難しい問題が出るわけですから。だから頭がいいっていうのはいいことじゃないんですが、しかし私たちは今の社会がそうなってるのは、やっぱりまあ人間というものが持っている宿命なんでしょうね。恐竜は体を大きくしてやがて絶滅する。今度哺乳動物になって牙を研いだり運動神経を研いだりした頂点のライオンに対して、まあ、頭脳を鍛えた人間がですね、今動物界を支配している、生物界を支配しているわけですからね。それを認めているということだと思います。ところで危ないのがロボットなんですよ。まあ、私この図にですね、人間がライオンを楽しそうに、人間の子供がライオンを楽しそうに見ている後ろにですね、ロボットが人間の子供を見ているのをちょっと付け足しました。というのはですね、ロボットが人間の頭を超えるのが2030年と言われてもうすぐなんですけどね。そうしますとロボットはですね、自分でロボットを作るようになりますし、自分で考えるようになります。ロボットの三原則とかいうくだらないやつを言ってる人がいるんですが、ロボットは人間に従う、そんなことありませんよ。人間よりか知能の優れたロボットができるやつね、自分で考えますから。ほんで自分の頭の中になんか制限が入っててですね、人間には逆らうななんていう制限が入ったら、それも変えちゃいますからね。人間よりか頭いいんですから、簡単ですよ。私たちがね、犬とか猿をですね、適当に扱ったりできるのはですね、我々の方が知恵が回ってですね、犬は次こういう行動をするだろうとか、ね、全部わかるから、支配できるわけですね。それと同じものができます。私は人間を滅ぼすのは2つの可能性があると思うんです。一つは人間よりか頭の大きな動物が出てくる、まあ、知恵が優れた動物が出てくる。もう一つは人間が間違ってロボットを進化させるということですね。人間の科学が進歩してロボットを作って、そのロボットが人間を絶滅させるっていうのはもうあり得ることなんですよ。だってそういう歴史を生物は背負ってきたわけですね。そうしますと人間が実は最後の生身の支配者で、次からは機械でできたロボットがこの地球を支配して代わりにやっていくと、まあ、いうことになると思います。まあ、そうしますと、まあ、CO2 なんかなくてもお米食べられなくてもいいですからね。違う社会が訪れて、それで地球の今から1億年後はですね、全く生身の、いわゆる生身の動物とか植物はいなくて、機械仕立てのロボットを中心とした世界になってるかもしれませんね。だからこういったことは、まあ、ルーツを探ることによって出てきますね。つまり人間というのはどういう進化というのをしてきたのかということを考えますと、ああなるほど、次はロボットの世界なんだと、まあ、いうようなことになったりします。そこで人間はロボットを作るのをやめるのかっていうことですね。やめないでしょうね。すべての生物は絶滅のために進歩するわけですから、人間もまた絶滅のために進歩すると私はそう思っています。そこで人間の英知というものが働くのか、それもまた地球の初めての試みではないかと思います。